横浜でございます。横浜線に到着の列車は23時6分発鹿児島行き急行列車薩摩号でございます。急行列車鹿児島行き薩摩号でございます。横浜線により急行列車の鹿児島行き薩摩号発車いたします。急行列車鹿児島行き発車いたします。ダメです、東京一家でしたね。やれやれ、どっかで座ってるでしょうね。川口たちか。あ、しかし俺たちに備え来られちゃやっこさんたちもかなわんよ。せっかく東京駅で苦労して席を取ったんだからな。次は大垣だったな。いえ、岐阜です。そうか。今日もまた暑いな。開きますか、そこ。ええ、京都で降りますぜ。お願いします。島岡さん、ここは開くそうです。そうか、それはありがたいな。横浜から。あ、これじゃあ大変だったね。やっと大阪で座るそうです。おお、それはよかった。で、どこにいるの。この次の次の2両目です。ああ、そう。田尻、大道、四つ字、もう四つ目ですな。しかし君と下岡さんはまだまだだな。では気をつけて。じゃあそちらの方もお元気で。うん、お
お元気で。次はおよそ30分で次は鳥栖でございます。次の停車駅は鳥栖でございます。そうですか。さあどうぞこっち。あ、どうでした。汽車圧して大変じゃったでしょう。ああ、昨日一課の課長さんから電話がかかっておりました。そうですか。佐賀署としては全面的に協力する方針ですから、その点はどうぞご心配なく。いや、いずれはお願いするようなことになるかもしれませんが、まあ当分は事件の性質上私たち二人でやってみます。これはまたおあつらえ向きのところに。そうですな。そりゃ高いよ。そりゃだって2階の一番良か部屋だし、それに三食付きですからね。都合で4、5日1週間ぐらいに滞在になるんだがね、まじった勉強してくれや。
そんな場合50円ばっかりおまけして650円ぐらいに。お昼は何時頃に？早いけど外で済ましてきたよ。それじゃあお出かけに？いや、今日は出かけないよ。あ、そうですか。それにごゆっくり。お風呂は6時頃に沸きますけんが。本当におあつらい向きだな、これは。そこだな。どっからも見えんし。ああ。しかし暑いで。張り込みだ。